どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン！巡る季節、井上あすみさん。こちらの曲は魔女の宅急便の中で聴かれるあの切ないメロディーでもちょっとほっこりしたウクレレでぴったり合いますんでね、やりましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はそこにちょっと切ないつまびく弾き方、ガズペジオを用いたかっこいいバージョンをやりますよ。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くの最高だけどやる方ももっと最高。このちっちゃいウクレレでどんな曲でもね、弾いて歌う弾き語りができるようになります。今ご覧くださっているこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、この楽器触ったこともないような、もう私不器用で楽器とか多分ダメですという思ってる皆さんがもうどんどんね、音楽ができるプログラムがあるんです。そのプログラムに沿ってやってるだけでどんな方でもあっという間にウクレレで音楽楽しめるようになります。もうちょっとしたらここにリンクありますよ。ここのリンク先に行って上から順番に動画を見てウクレレ触ってるだけです。それではここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1400曲以上もアップロードされております。さあ、皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきましょう。魔女の宅急便でおなじみ、巡る季節、ガズレレレ、シンプル簡単バージョン、ゆっくりでやってみます。薄シンプル簡単バージョンやってました。切ないんですけど、なんかこう可愛らしいあのキキのね、あの感じがちょっと出てるなという感じなんですけど、これを歌っていきましょう。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンなんです。でもですね、コード進行は一緒ですので、フルコーラスやりたい方コードだけ書き出して歌詞をずんずん追加していくとオリジナルの楽譜完成できますよ。そして今のシンプル簡単バージョン動画と一緒に合わせてできるようになった方はですね、今度は動画に合わせるんですけど、ご自身だけで歌ってみる、その時にこう自分で紙に書いたり、そんな風にやるのはすごくおすすめしてるんですけど、その時の参考になるようにね、いつもね、私このノートをこんな感じで画面にシェアしてます。ガズはこんな風に書いてて、こんな風に見てますよということで、これを皆さん見てメモってもらったりするのもいいと思うんですけど、例えばこのサービス、ガズクラブというサービスが始まっております。このガズクラブというのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の巡る季節を含むガズが今まで取りためてきたもう膨大な曲、もう1000曲近くありますね。その中から毎月5曲皆さんのお好きな曲をダウンロードしてゲットできるという、そういう画期的なサービス、今もう500名以上の方がね、もうご活用して、もう活発に動いております。それでこのガズクラブではですね、楽譜のダウンロード以外にも限定
オンラインライブ配信イベント月2回開催しています。次は11月1日に次90年代特集。これまあもうめちゃめちゃ盛り上がる。曲がすごいんですよ。もう曲決まっててみんなね、練習してきてる状態で、その11月1日にガーッとオンライン上で集まって、世界中からの参加があります。何百人でわーっと盛り上がる。最高です。皆さんもぜひご体験してもらいたい。あとそこには非公開の SNS があって、毎日朝7時にガスがラジオ放送してますよ。ガスラジです。あとはそこの中でいろんな質問に答えたり、ワイワイやって、皆さんの演奏動画もアップロードできる場所もあったりと、すごく面白いクラブ活動を行ってますので、ぜひ皆さんもチェックよろしくお願いします。では、ノート見ていきましょう。はい、こんな感じです。すごくシンプルなんですけど、ゆっくり、結構ね、原曲はね、早いんですよ、テンポが。で今のでも相当ゆっくりやったんですけど、ゆっくりだったら、結構いけるんじゃないかなと思います。ワンブロックに2個ずつずっと入ってるんで、思ったよりコードがズンズン来るよという感じで。はい、これこうやって、見せとくんで、一時停止かなんかしてメモっていただくのもいいし、テロップを見ていただくのもいいかもしれません。そして動画の中でもテロップで書いてあるんですけど、ここはちょっと要注目で、200の、E7 が200伸ばすっていうところがあるんで、ここはカウントしていただくとわかると思います。ここ200って1、2だけですね。普通ワンブロックに4つで1、2、3、4ってやるんですけど、ここが200ということになってます。はい。こんな感じですね。はい。さーっと見ていきましょう。はい。はい。じゃあ出てくるコード、いっていきます。これ繰り返しですからね、ほぼね。この感想が途中で入りますけど。はい。でも伸ばすとかそういうのはテロップに書いてあるんで注意しておいてください。ということでございます。はい。じゃあ出てくるコード、紹介していきましょう。こっち結構コードは多いですけどね。安心してください。C と Am と F、D7、G7、E7、Em7、Dm ということで、このコード1、2、3、4、5、6、8個ありますね。このコードはですね、ガズレルでは入門コードのグループ、ドン、こちらです。ガズレレ必須コードというコードのグループがあって、10個のコードのグループなんですけど、これはね、ウクレレで音楽を始めたいなと思った方が一番最初に覚えてもらいたいコードのグループだから必須ってことなんですけど、10個もあるのかと思うけど、1個ずつは超簡単なんですよ。ただね、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっと混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画ここに貼っておきます。解説動画ここ見たらね、10個さらさと覚えちゃうんで、今日はそのうちの8個ですからね、覚えていきましょう。この動画でバッチリ覚えられます。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、これコード進行も全く一緒で、ただ弾き方がシンプルに変わるだけです。これはどんな弾き方かというと、ドン、ガズペジオという弾き方です。こんな感じ、ちょっとピアノっぽい感じ、これが合うかなと思いました。これね、原曲もね、ちょっと不思議なリズムで、奏でられてるんですけど、このガズペジオっていうのは結構比較的簡単なリズムだと思いますので、ちょっと練習したらできると思います。焦らずゆったりマスターしていきましょう。このガズペジオの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中からガズペジオ、ぜひ見てですね、ゆったり練習してください。リズムキープ、早くなんないようにゆったり、このリズムを弾くのが、ガズペジオの最初の段階の、このキーポイントになります。あとそこで歌うわけですからね。やっぱり歌中心ですからね。これを淡々と弾きながら歌をこう 上にこう乗っけていく。ここが肝心でございます。まあまあこれ、今回はですね、ほんとあと伸ばすとか止まるとかそういうことぐらいで、あとはもうシンプルにずーっとガズペジオでシンプルにやろうと思います。演奏するときはもう歌詞をもう思いっきり弱いっぺ読み込んで、あとは映画の世界観、やっぱね、ちょっとヨーロッパっぽい街並みをこうね、思い浮かべながら演奏したりなんかするのもまたね、さらにこの表情豊かになるんじゃないかなと思います。それでは行ってみましょう。魔女の宅急便で流れているあの曲、巡る季節、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。薄紅離れしき切なさを知った春、儚く散ってゆく風の指先触れて、静かに見えるなり眩しすぎる夏の日、心の海岸で白く砕けていた
すぐ見えてくる夢を渡ってゆこう。せーの、巡る季節風れる理由かっこいいバージョンやってみました。あー、いいですね。ちょっと切ないんですけど、なんかこう希望を持てるかなという感じで、このまた淡々としたガズペジョでずっとその世界観をねこう体現できるんじゃないかなという感じで思います。これはキッズからねもう大先輩まで、本当これアニメ見ながらまた一緒に歌えるということで、どんどんやっていきましょう。さあ皆さん、この楽しさもう存分に味わっていただいて、今度はですね周りの方にもぜひこの楽しさねお伝えください。ウクレレね本当楽しいよって感じで、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルもねぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしていつも使っているガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズがいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、こうフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここでホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださった方にはね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますんで、必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ。こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これも、あと、ほんと、あともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック。リュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチが、ここに取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとか、チューナーを入れたりとか、こういうふうな、ついてる。まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるというと、このね、水引きもね、これ私の両親が手作りこんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあこれからも面白い、こう、ミュージックライブを、楽しい、ミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ。楽しむ。これが真ん中にあって、音楽。素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。